チェンバーズストリート駅は、マンハッタン区のフィナンシャルディストリクトとトライベッカに、またがるチェンバーズストリートとウェストブロードウェイの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IRT ブロードウェイ -7 番外線の駅で、ある。1系統及び2系統が終日、3系統が深夜を除く終日停車する。最初に開業した路線のタイムズスクエア -42 丁目駅から分岐し、 34丁目、ペンステーション駅まで南へ向かう IRT ブロードウェイマイナス7番外線のシャトルは1917年に開業した。このシャトル路線は1918年7月1日にサウスフェリー駅まで延伸された。チェンバー・アッツ・ストリート駅はこの延伸区間に開業した駅の一つである。チェンバー・アッツ・ストリート駅からウォール・ストリート駅を結ぶ。 より短いシャトルも運行していた。新しいエッジシステムが1918年8月1日に開業し、ブロードウェイ -7 番外線のタイムズスクエア駅より北の区間と新しい延伸区間がサウスフェリー駅またはブルックリンへとつながれた。一方、42丁目を通る QIRT 路線は今日の42丁目シャトルとなった。当駅は 島式ホーム2面4線を有する。1系統は観光線を、2系統及び3系統は急行線を走行する。当駅の南側では2系統及び3系統は、東にカーブして支線に入り、パークプレイス駅、フルトンストリート駅、ウォールストリート駅に停車後ブルックリンク方面に向かう。1系統は、終点のサウスフェリー駅まで南進し続ける。当駅の北側には上下線ともに、 両たり線があり、深夜に観光線を走行する2系統は当駅の北で急行線に転線し、ブルックリンク方面へ向かう。なお、パークプレイス駅がすぐそばに位置するため当たり駅の南側には渡り線はない。これらの分岐器は、アメリカ同時多発テロ事件により、サウスフェリー支線が普通になった影響で1系統が3系統の代わりに、ブルックリンク方面域になり、 当駅に停車する全列車がマンハッタン区内で各駅停車として運行された際にも利用された。2007年から2009年にかけて行われた改修工事でエレベーターが設置され ADA 準拠となった。ウィキメディアコモンズにはチェンバーズストリート駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。